シャタテ出身者は、鹿児島県南九州市延長別府に鎮座する神社である。旧社格は無格者。別名の鎌豚神社、鎌豚大名神で有名である。鎌豚を頭上に乗せて参拝する鎌貝願掛けや、素焼きの鎌豚を投げる鎌豚投げで知られる。鎌貝願掛けは、鳥居から祭銭箱までの約10メートルの間を、 頭上に乗せた鎌蓋を落とさずに歩くことができれば役除けになるというものである。勝負時に強い神社として評判が広まり、佐和誉れらが祈願に訪れたり、中村俊介がお守りを身につけたことでパワースポットとして有名になった。戦前には鎌蓋を持ったり鍋をかぶったりして祈願すると、戦場で砲弾に当たらず無事に帰還できるとされ、 多くの出兵者やその家族が参拝に訪れた。伝承では、英に住む進化を訪れた、天智天皇の接待のために米を蒸していると、突如起こった突風でかまぶ蓋が遠く離れた当地まで吹き飛び、地元の人々がそれを祀ったのが始まりであるとされる。開門地方には、天智天皇とその皇の大宮姫が滞在していたという伝説があり、この伝承もそれを踏まえたものである。 実際の創建年代は不詳だが、文世紀を遡ること800年前に創建されたと言われる。島津光久が、薩摩藩、第二代藩主であった、漢文七年の英語神物誌には、この神社の修法のことが記されている。教法元年8月15日に炎上したが、翌教法2年11月25日には、再建がなっており、再建時の胸札には、 開イモングルマッシャカマ大名人と記されている。天保14年6月には、第十代藩主、島津奈良が国家沈黙、武運長級の祈願を行っている。ありがとうございます。